マシュー・ウィルソンは、イギリスのラリードライバー。カンブリア州、コッカーマス出身。父は、M スポーツの代表及び元ラリードライバーの、マルコム・ウィルソン。ウィルソンのドライブする、フォードフォーカス WRC01、2005年のフィンランド選手権で2010年。ラリー・フランス・マシューは、イギリスラリー選手権のチャンピオン経験を持つ父、マルコムの子ドライバーを務めたところからラリー競技に、 参加し始めた。イギリスラリー選手権を経て2006年にはマルコムが率いるストバート VK フォードラリーチームから世界ラリー選手権に来る参戦を開始する。同年のラリーアルゼンチンで8位初入賞し WRC の最年少入賞記録を作る。WRC における最高成績は2007年のラリージャパン、2011年の ラディー・オーストラリアにおける4位である。2012年は、支援を続けていたストバートが撤退し、WRC 参戦継続が危ぶまれたが、チームメイトのヘニング・ソルベルグと共に、アメリカのエナジードリンク、ゴーファストの支援を受けて、WRC 参戦を続けられることとなった。開幕戦モンテカルロは11位で完走するも、トレーニングで足首を負傷し、第2戦スウェーデンを断念した。 その後足首は治るも、資金不足に悩まされ、イベントに出場できない状態が続いたが、母国戦となったグレートブリテンには、M スポーツフォードワールドラリーチームから、フィエスト RSWRC で出場し、総合8位でポイントを獲得した。2013年は、レギュラーシートを失ったが、体調不良により、第2戦スウェーデンを欠場したナサール・アルアティアの代役として、 カタール M スポーツより、スポット参戦。しかし、第2レグで転倒し、再出走するも27位に終わった。2014年のグレートブルテンにて、WRC2 クラスに、スポット参戦して以来、ラリーへの出場機会は減っている。M スポーツの事業拡大に伴い、M スポーツとベントレーが、共同開発した、ベントレーコンチネンタル GT3 の、レースマネジメントに従事している。 2017年には、スコットランドの菓子、メーカー、タノックをスポンサーにつけたフィエスタ R5 をドライブし、グレートブリテンにて3年ぶりに WRC に参戦した。ありがとうございます。